さあ、旅しますか。お帰りなさいませ。我が才を見よ。万代の喝采を聞け。インペリウムの誉れをここに。するな。信じよ。そなたは余が守る。よう、期待外れのお二人さん。どうだ？少しはマシになったかい？そろそろ切り札の一つでも取り戻したか？ハーチャー！貴様、その姿は何事だ？だから待たせすぎだっつーの。あれから何時間経ったと思ってんだ。もう少し要領よくできないもんかね。まあ、ドジこいた俺も悪いんだが。おい、受け取りな。忘れる前にくれてやるよ。すぐにこっちに送って。 BB の詳細データよ。それ解析すればあのスキルの対抗策、 BB のチート技術も真似できるかも。Thank you.
もちろん配下ですよ、そりゃ。でもまあ、何？雇い主の詳細データを渡してはいけないなんて契約はなかったからね。ちょいと暇してたんで調べてみたわけ。生前の癖ってのは抜けないもんだ。我ながらピーピングだけは褒められた趣味じゃないよな。元値はタダなんで格安で譲ってやるよ。お代は、そうだな。この聖杯戦争を台無しにした奴の命でいい。敗れたとはいえ、これは旦那の戦いだったわ。それをくだらねえ個人の欲でどうにかしていいもんじゃねえんだよ。確かに受け取った。礼を言う、アーチャ。まさか二度も貴公に助けられるとは。なんだよ、気持ち悪い。貴公とかやめてくんない？俺にとっちゃ本気で嫌がらせだから、それ。そうか、そうだったな、反逆者よ。 BB も人選を誤ったものだ。貴様のような厄介な男を雇用してしまうとは。そう言うなよ。あの黒いお嬢さんも愚かだがバカじゃない。うすうすは気づいていたっぽいぜ。
さてと。んじゃまあ、話すことは話したし、殺し合いでも始めますか。ん？驚くようなことか？俺 BB のサーバント、オタク BB の敵対者。ごく自然な流れでしょ？目的が一致していても殺し合う。戦場じゃよくある話さ。奏者よ。そなたの気持ちはわかる。だが、これは避けられぬこと。世はあやつの挑戦に応じてやりたい。ああ、かかってきな。しかし、なるほど。これは確かに癖になる。サーバント同士の戦いは悪くない。誇りなんて余分なウェイトも、今は微笑ましいもんだ。あんたらが間に合ってよかったぜ。つい眠りそうになるわ。片手からずるっと行きそうになるわ。こっちはこっちで心配だったんでね。これでようやく派手に行けるってもんだ。行くぜ。がっかりさせんなよ。死にかけと侮るなよ。今回の毒は特別性だ。前のようにはいかないぜ。是非もない。死にかけの反逆者の牙は侮れぬ。それが狙撃手ならばなおさらだ。全力で叩き伏せるぞ、アーチャー。おお、いい子だ。言いたかねえが、剣を持つ姿だけは認めてやるぜ。ほら、かかってきな。期待に応えよう。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。ファクス帰れっす。押しよくせよ。鳴らしねえ。この炎こそ我が情熱。鳴らしねえ。ヌプティアへの鐘を鳴らせ。鳴らしねえ。世の独壇場だな。出しねえ。天幕よ、落ちよ。ロサイクス。くそ、出しねえ。そこ、爆発するぜ。程度があろう。天幕よ、落ちよ。ロサイクス。くそ、出しねえ。悪いな。まだあがくぜ。俺はダン・ブラックモアのサーマントだからな。擦り傷でも十分なのさ。喧嘩と散れ。ロサリクス。くそ、だらしねえ。鈍いな。
ファクスカエレスティス。星よ見よ、この炎こそ我が情熱。参ったね、もうちょい行けると思ったんだが。勝負あったぞ、アッチャ。貴様の負けだ。なんとか間に合ったか。あのままメルトリリスになるのだけは勘弁だったからな。ったく、自決もできねえとは厄介な毒もあったもんだ。良い戦いだった。余もそうだが、貴様も腕を上げたな、アーチャー。それで、遺言はあるか？それじゃあまあ、あとはよろしく。俺は先に抜けさせてもらうわ。できる範囲で。納得のいく仕事をしてくれよ。貴様らしいな、カリウド。森の英雄の矜持、確かに受け取ったぞ。
うむ。探索はここまで。続きは休んでからだぞ。まっ。
何言ってんだよ。Thank you.
お前さ。何それ？Thank you.
何それ。Thank you.
Bum, bum, bum.